ペイアンパスカル491958年から、ル・ブルジェ航空宇宙博物館に展示されている、ペイアンパスカル 49KT ペイアンパスカル 49KT は、1954年に初飛行を行った、ターボジェットエンジン搭載のフランスの小型デルタ翼、実験機である。この種のフランス機としては、最初のものであり、当時としては、最小の機体であった。 無尾翼のデルタ翼機の先駆者であったロランペイアンは第二次世界大戦前に小型機と戦闘機の2機種を製作しパスカル 49KT は戦後初の設計であった全国製のパスカル49は独立した水平尾翼を持たないという意味で真の無尾翼機であった主翼の前縁は約55度の高体格を持っていたが 直線上の公園を持つ定番のデルタ翼機とは異なり、パスカル49は内側に昇降だと外側にエルロンという全幅にわたる動翼を備える約30度の高体角がついた公園を持っていた。主翼は水力 1.47KN のチュルボメカパラスエンジン用の小さな吸入口を主翼付け根の前円部に備える胴体と緩やかに一体化していた。 コックピットと交代角75度のまっすぐな前縁を持つ垂直尾翼は、吸入口のすぐ後ろあたりから始まり、コックピットのすぐ後ろから徐々にすぼまりながら緩やかな交代角を持つ垂直尾翼前後に及ぶ方向打で終わっていた。初飛行前に記録された写真では、パスカル49は短い自転車式降着装置と翼端のスキットが装着されているが、 実際に飛行する時点ではこれは、客中と車輪が露出した固定式の首車輪式膠着装置に乾燥されていた。1957年のパリ航空ショーに展示される、ペイアンパスカル49の試作機パスカル 49A となった機体の初飛行は1954年1月22日に、ムランイコールビラロッシュで、それまでに、 ジェット機の操縦時間がわずか30分という、比較的経験の浅いの操縦で行われた。製造業者によるテストが10時間実施され、4月にブレティニーシュロルジュノで評価が行われた。パスカル 49A の運動性能は高評価で、セブで分離式方向ダイアブレーキが装着された。これは、 方向打下部のフェアリングで覆われた外部リンクにより、ブレーキとして機能するときは、方向打の表面を V 字型に開き、横方向の制御時には、同方向へ方向打を動かすという機能を有していた。このエアブレーキは、ペイヤンが設立したフレチェア SA により設計された。1957年の第12回パリ航空ショーに展示された。 当時の機体は硬着装置の脚注がフェアリングで、主車輪のタイヤがスパッツで覆われており、機体名称はパスカル49バイトと変更されていた。しばらくの間は首車輪もスパッツで覆われていた。硬着装置を引き込み式にする計画もあったが、これは実現しなかった。1958年に飛行テストが終了すると、 ペイアンは機体をルブルジェ空港にあるルブルジェ航空宇宙博物館に寄贈した。その後もペイアンはデルタ翼機の設計を続け1970年代のペイアンパスカル71やペイアンパスカル149はパスカル49の成果を取り入れた機体であった。ルブルジェ航空宇宙博物館に展示されているペイアンパスカル 49KT ジャワより ありがとうございます。